はい、どうもキューブの D です。ということで e フットボールやっていきます。今回はいつも自分が使っているスカットを紹介してそのまま試合の方入っていけたらなというふうに思います。はい、で、フォーメーション4-2-2ですね。もう画面出てるんですけど、こんな感じのスカットでいつもっていうか、まあここ最近は試合臨んでいます。で、まあそうですね、特徴としては、まあ、OMF2 枚ともチャンスメーカーっていうところが結構んってなる人も多いのかなっていうふうに思います。で、なんでここちゃんめなのかっていうと、まあ、なんでちゃんめなのかっていうよりかは、これ僕ショートカウンターなんですけど、ショートカウンターのここの OMF の位置処理チャンスメーカーでもめちゃくちゃ上がってくるんですよね、その攻撃のタイミングで、で使っていてちゃんと上がってくるなって感じた2人をここに置いているといった感じです。で、チャンスメーカー不安だなっていう人はもちろん、まあ、クライフであったりとか、まあ、アラスカイタみたいな2列目飛び出しの選手を置いてあげるのももちろんあるかと思います。実際僕も後半とかでは入れ替えたりします。はい。で、そうですね。まあそうですね。この2人だけじゃないんですけど、まあムバッペとかも込みで話をすると、まああんまり体の強さは今作が必要ないかなっていうふうに思っているので、ここの3人はそんな強くないというか、まあ体が強くない選手を置いています。で、ここは一応体を使うといいますか、空中戦結構強いので、ロナウドを単純に置いています。はい。で、ビエラとピルロ。で、ピルロはね、本当に、新しい方のピルロもいるんですけど、正直どっちでもいいかなというふうに思ってます。はい。で、単純にもうピルロを使ってるという持ってる人はピルロを使った方がいいよっていった感じです。もうステータス結構すごいですよね。去年までとは比べ物にならないと言いますか。去年はね、正直その使ってる人いなかったと思うんですけど、今作からはね、ぜひ使ってあげてください。はい。で、キーパーブラック、ディフェンスラインが、リュカ・エルナンデス、ダイク、カンナバーロ、カンセロです。で、まあ、守備的サイドバック2枚にするっていうパターンも全然ありえます。はい、正直攻撃的サイドバックはそんなに、ではない。まあ、インパクトクロスがあるので使ってもいいんですけど、ちょっと守備怖いなっていう場面が多いので、比較的守備寄りなサイドバック多めといった感じです。まあ、こんな感じですね。まあ、ここのポジション、この選手どうですかみたいな質問、コメント欄でいただければ、まあ、僕なりの見解にはなりますが、お返ししたいと思います。ということで、試合の方ね、やっていこうかなと思います。で、はい、ということでマッチングしたので試合の方入っていきたいと思います。ここの待機時間ね、長いっすね。本当になんでこんな長くなったのってぐらい長い。で、リュカエルなんですが不調なので、バンビサカを置いて、まあ、カンセルを左に送っていった感じでいこうかなと思います。で、ルンメニゲが絶好調でスタンバっているので、まあムバッペと入れ替えて行こうかな。で、ここもルンメニゲ入れて、で、お相手さんは、まあレベルは上がりきってないけど、結構まあそうですね、フォーメーションから見ても結構強めのフォーメーション組んでるなって印象です。正直選手のレベルあんまり、まあもちろん大事なんですけど、なんか結局試合の後半でこういろいろもつれてくるとあんまり関係ない感じがしてるので、そこまでに勝負を決められればベストなんですけど、皆さんいかがですかね。こうどんなフォーメーションを使ったり、どんな、まあ、監督ではあんまり大差ないかな、フォーメーションとか選手とか使ってるのかなって気になるところなんですけど、まあ、その辺もね、教えていただけると僕としてもね、今後の動画の流れが結構ラグいな本当に。動画でどうなってるか分かんないですけどね、今のちょっとラグがあったんですけど、まあ、今の場面インパクトシュートを狙ってみてもよかったのかな。まあ、1枚切り返してコントロールカーブっていう選択肢もあったんですけど、まあ、まずは先制点ですね。この間もね、あの手元動画出してると思うんですけど、インパクトシュート、インパクトパス、あのおかげさまで再生数が結構伸びましてですね、本当にありがとうございます。結構ね、こうコメント欄とか見てる限り、ここお役に立てたのかなというふうに思っておりますのでね、まあ、見たことないよっていう人はぜひ見ていただけたらいいかなっていうふうに思います。1枚剥がして打ちたいけどあんまり来ないな。ポストがね、本当に多い。はい、2点目。
1点目の時もそうだったんですけどね、なんかそんなにこうおしゃれなゴールじゃないと言いますか、こう皆さんの参考になるようなゴールじゃないから、ちょっといいゴールを決めたいところではあるんですけど、今作はやっぱりね、フィジカルの強さっていうよりかはね、細かい動きができるかどうかっていうところが結構重要なんじゃないかなっていうふうに今のところはね思っています。ただ今後ね、こう選手の FP とかが増えてくるとは思うので、また環境もねいろいろ変わってくると思うんですけど、これディフェンスのところの動画も出してほしいっていうコメント確かあったと思うんですけどね、ごめんなさい、まだねちょっとディフェンスの要領をねこう皆さんに教えられるほど掴んでないので、もうちょっと待っていただきたいと言いますか、もう多分出してくださってる方いると思うので、そういった方の動画をひとまず見ていただいて、まあ、僕たちも要領を掴んだら取っていきたいと思いますね。ここはコントロール買う、止める、キーパー誰だ、見てなかった、キーパーがやるな、大工足元うまくね、今作大工めっちゃ強くないですか、そのディフェンス的な意味で。去年とかね、まあ、2019あたりの大工もね結構やってたんですけど、去年かな、ビルドアップのなんかこうコンピューターといいますか AI がねちょっとあんまり良くなかった時があったんで、そこでちょっとね、まあ、大工しかりあまりいい評価ではなかった感じがするんですけど、カンセロも結構使用感いいですね。まあ、インナーラップサイドバックがねそんなにねなんかこうプレイスタイルで大きな影響はない感じがするんですけど、なんかねすごい使いやすいんですよね。うわ、まあ、このよ前半の45分でねなんとなくお分かりいただけるかなと思うんですけど、僕普段試合しながら喋らないんですよ。なのでね結構こう試合して喋ってっていうのでね今結構手一杯です。なので話がねこう行ったり来たりしてるというか、あんまり伝わりにくい部分はあるかと思うんですけど、それはちょっとあの今後の課題として慣れていけたらなというふうに思うので、多めに見ていただけると嬉しく思います。何卒お願いいたします。はい、ということでね後半の方臨んでいきたいと思います。で意外とねこのハーフタイムのこのスタッツのところ、ちょっとお相手さんが準備完了してるので急ぐんですけど、このパスの成功数とかパスの本数っていうのもね結構意識しているとその面白いと思います。はい、僕のそのリア友のお話なんですけど、パスの本数僕の倍ぐらい出すんで、それでもこう取りかごしてるとかじゃなくて、単純にプレイスタイルがそういうプレイスタイルでね、なのでこう自分のプレイスタイルとかともこう重ね合わせてみて、だからそのパスが例えば50本出してたとして、それでもなんかその通ってる本数がめっちゃ少なかったりしたら、結構自分のそのパスの精度が悪いっていうことになるので、そのパスの体勢であったりとか、まあ、パス出す方向、まあ、トラップの向きっていうところ、そのあたりを意識したらいいみたいな課題が見えてくると思うので、うん、そういうスタッツとかね、ハイライトは見てもしょうがないかもしれないけど、そういうスタッツとかその試合の振り返りみたいなところを意識してねやってみると結構ねこう実力アップにつながる。アーノルドがねプレスタイルクロスアーになったんですけど、結構いいなと思ってて、んーまずん早いかな、だろうナイスキーパー、ちょっとね今のは僕のプレイミスが招いた。キーパーねオブラク強いっすよ今作。まあ、ノイヤーか、まあ攻撃的なキーパーでいうとドンナルマとノイヤーがやっぱり強いですね。でそこの2人をもうちょっと比べると、正直ノイヤーの方が今のところは強いかなって感じがする。なんかねやっぱ去年とか一昨年のドンナルマがぶっ壊れすぎてたのかなっていう感じがするんですよね。でノイヤーがちゃんとノイヤーしてますね、ちゃんと止めてくれるし、うん、まあ、正直キーパーのしようかなって本当に個人差なんで、まあ、どこ行っても知らないですけど、キーパー悩んでる人は、まあ、そのあたりの選手使ってあげれば、まあ、間違いないかなって感じはします。うん、2人は無理。あのオランダ2人組マジで無理。
タイク強い。その下げるところはね、ちゃんと下げるっていうのを意識してあげるとね、あとにかくその前に前にっていう意識っていうよりも、そのやべえなっていう時はちゃんと後ろに一回パスして立て直すっていう意識も持ってると、このあんまりうまくいかないんですっていう人はいいかもしれないです。で、なんで守備的サイドバックなのにここまで上がってきちゃうのか。まあショートスマー、多分ショートカウンターなんで、その AI の都合じゃしゃあないと思うんですけど、でここもその選手に突っ込むんじゃなくてパス切りながらっていうところですね。でこれで試合終了ですね。まあ1試合やって勝てたので良かったと思うんですけど、ゴールシーン見てもらう限りあんまり綺麗なゴールは決められなかったので、まあ、今後の動画の課題はまずそこで1点と、まあ、あとは試合しながらうまく喋れるようになるっていうところかなと思いますので、今後の成長を見守りいただけると嬉しく思います。ということで、まあ今回の動画ね、ここまで見ていただけた方はよろしければチャンネル登録高評価していただけると嬉しく思います。フリーキックの蹴り方ですとか、インパクトシュート、インパクトパスみたいなところの動画手元で撮影しておりますので、技術として知りたいよっていう方はぜひそちらもチェックしていただけるといいかなというふうに思います。ということでですね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。